こんにちは。累計講演回数1000本超え、マイクロアントレプレナー企業歴30年、そして出版書籍も絶好調、ビジネス心理学講師の坂井俊夫です。この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売り上げアップ、そして企業独立に役立つ情報を発信しています。今日のテーマは、企業独立で実績がなければ虎の威を借りるべしというお話です。今日の動画を最後まで見ていただくと、あなたが企業独立をしたばかりで、実績もブランド力もない状態からどうやって仕事を獲得することができるのかを、私の実体験からお話しますので、どうぞ最後までご覧になってください。当たり前ですが、起業したばかり、独立したばかりでは何の実績もありません。通常実績のない人には仕事を発注するお客さんはいません。またゴルフのように起業初心者は先輩経営者に比べてハンデがもらえるわけではありません。起業してすぐに実績も経験も豊富な人たちの中で競争をしなければならないのです。実績がないから仕事が来ない、仕事が来ないから実績が作れない、実績が作れないから仕事が来ない、起業の悪循環です。もちろん私も起業したばかりの頃には何の実績もありませんでした。でも今は本を7冊書いて、北海道から九州まで全国で累計1000回以上の講演を行ってきました。今日は私が起業して何の実績もない時に行ったことをリアルに話しますので、あなたの起業後の活動の参考にしてください。またこのチャンネルでは他の動画でも起業志望者や小さな会社やお店、マイクロアントレプレナーのために経営、営業、販促、広告、マーケティングに役立つ動画、そしてビジネスコミュニケーションやモチベーションアップに役立つ動画をたくさん投稿していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧になってください。また講演依頼、資料請求についても説明欄に記載していますので、ご覧になってお問い合わせください。起業したばかりの頃は当然大した実績も経験もありません。実績も経験もない起業したばかりの人には仕事が来ません。八方塞がりです。じゃあどうするか。それは虎の威を借りることです。すでに実績と経験がある人に協力をお願いするのです。具体的には権威者の推薦を手に入れることです。こちらは私が16年前に書いた一冊目の出版書籍です。無職無収入だった中年男が田舎町で再起業して書いた本です。もちろん当時は本を書いた経験も実績もありません。1日に200冊から300冊本が出版されますが、そのほとんどは増刷がかかりません。そんな状況の中で無名の新人作家が本を書いても全く売れません。でもこの本は増刷に増刷を重ね、なんと中国語版まで出版されました。新人作家としては異例です。なぜ売れたのか。それは虎の威を借りたからです。具体的にはランチェスター経営戦略の日本の第一人者である武田陽一先生に推薦のコメントをいただきました。武田先生の権威をお借りしたのです。そのおかげでよく売れました。私坂井俊夫のことは知らなくても、ビジネスマンや経営者であればランチェスター経営戦略の日本の第一人者でありベストセラー作家でもある日本を代表する経営コンサルタントの武田陽一先生の名前を知らない人はいなかったからです。こちらに書いていただいたのが武田先生の推薦コメントです。おそらく著者の坂井俊夫の名前は初めて聞いたけれど、武田先生が推薦しているのなら間違いないだろうと思って書店で買ってくださった方が多かったのです。また私は40歳を過ぎて講演活動を始めるときに、あちこちの講師派遣会社に登録をしましたが、全く仕事の依頼は来ませんでした。そこでこちらのチラシを作成しました。しかし無名の実績もない中年講師が講演活動を開始しても依頼は来ません。講演実績のない講師に講演を依頼する主催者はリスクが高いからです。もし内容がクソつまらなかったら、参加者に不評だったら、主催者としての面目が丸つぶれになります。そのため通常は講師派遣会社も講演会の主催者も実績のない講師に講演を依頼することはありません。この時もやはり私は虎の威を借りました。具体的にはこちらに、日本一の人気講師に選ばれたことのある木越和夫先生に推薦のコメントをいただきました。講演活動の実績がないわけですから、私が講演資料を主催者に届けても、あんた誰ということになります。実績はと聞かれればありませんと答えるしかないわけです。それでは講演の仕事を受注することができません。しかしなんとか1本目の仕事を取らないと実績もできないのです。そこで当時日本一の人気講師にも選ばれた木越和夫先生にその権威をお借りしたのです。坂井俊夫の名前は知らなくても、講演の主催者、特に商工団体の関係者の方で木越和夫の名前を知らない人はいなかったので、そのおかげで日本全国から講演の依頼をいただけるようになりました。もちろん何もせずに受け身の姿勢で待っていても権威者から推薦をいただけるわけではありません。ではどうやって私はこれらの方々から推薦を受けることができたのか。私が実際に行ったことは次の通りです。権威者のセミナーに参加する、セミナー後には名刺交換をする、
セミナーの内容について質問をする、セミナー後に懇親会に参加する、お礼状を書く、メールを送る、SNS でメッセージやコメントを書く、年賀状や暑中見舞いを送る、出張先からお土産を届ける、誕生日にプレゼントを送る、権威者のお店や会社に出向く、権威者の書いた本を読んで感想を送る、権威者の関心のある分野の情報を届ける、一緒に食事をする機会があれば必ず行く、このようなことを行いながら推薦や紹介のお願いをしました。すでに権威のある人というのはとても忙しい身です。また度を超えた常識のないアプローチはストーカー行為にもなりますので注意してほしいのですが、あなたが常識人で節度と礼節を守った誠意ある行動を続け、かつあなたの扱う商品やサービスのクオリティが高ければ答えてくれる権威者は必ずいます。その虎の威を借りて実績ができたらちゃんとお礼もしましょう。もちろん推薦をお願いしても10人が10人に承諾してもらえるわけではありません。そのためまずはあなたの商品やサービスに推薦や紹介をしてくれる可能性のある人を30人程度ピックアップしましょう。そして節度ある誠実なアプローチを行い、信頼を築き協力をお願いしてみましょう。必ず何人かはあなたを推薦してくれる先達がいます。可能性はゼロではないのです。あなたはローマ法王に米を食べさせた男、高野常泉さんをご存知でしょうか。過疎高齢化で人口が激減した限界集落の石川県羽咋市の巫女原地区で作られている巫女原米をローマ法王に献上し、ブランド化に成功したスーパー公務員と呼ばれる方です。テレビや新聞、雑誌でもよく特集を組まれているのでご存知の方も多いと思います。私は高野さんにお会いした時にこう教えていただきました。可能性の無視は最大の悪策である。つまり可能性がゼロでない限りやる価値がある。可能性があるのに何も行動しないのは最もダメなことであるということです。起業したばかりの頃は何もありません。資金もない、人脈もない、経験もない、実績もない、信用もない、ないない尽くしです。とても不利な状況です。でもやれることはたくさんあるし、それが実現する可能性がゼロでないことも多くあります。そうであればやってみることが大事です。世の中には一生懸命やっている人を応援してくれる先立ち、先輩、先人がいます。どうせ推薦なんかもらえないと諦めるのではなく、もしその人たちの権威を借りることができる可能性がゼロでなければ、ぜひアプローチして推薦をいただき、そして最初の仕事を受注して実績を積み重ねていきましょう。今権威のある人たちもあなたと同じ道をたどってきています。だからきっと起業したばかりのあなたにもできます。またこちらの動画ではビジネスのアイデア、企業独立に生かす、ビジネスの種はここにあるを紹介しています。こちらの動画をご覧いただくと、ビジネスで起業する、独立をする、新規事業を立ち上げるときにどんな点に注意して商品やサービスを選べば失敗確率を減らせるのか、そして小さな企業や小規模ビジネスではどのような点に注意をすれば成功しやすいのかを説明していますので、どうぞご覧になってください。以上、今日は企業独立で実績がなければ虎の威を借りるべしというお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。感謝申し上げます。今日の動画があなたのご商売やビジネスのお役に立ちましたら、ぜひ高評価ボタンをポチッと押してください。よろしくお願いいたします。累計講演回数1000本超え、マイクロアントレプレナー企業歴30年のビジネス心理学講師坂井俊夫のこの動画チャンネルでは、小さな会社やお店の売り上げアップ、そして企業独立に役立つ情報を発信していますので、動画右下の登録ボタンからぜひご登録ください。また坂井俊夫の公式 LINE に登録をいただくと、今なら企業独立、商売、ビジネスにすぐに役立つ10本以上の動画とビジネス資料をプレゼントしています。登録の案内はこの動画の下の説明欄に記載していますので、お読みいただきぜひ今すぐにご登録ください。さらに講演依頼や問い合わせ、講演の資料請求についても動画の下の説明欄に記載していますので、お読みいただきご依頼、お問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。